中火で返しながら 2,3 分焼いてね。皆さん、こんにちは、こんばんは。外房テックです。今回は555タイマー IC を使ってサーボモーターを動かしてみます。555タイマー IC は1972年に発表され、現在も広く使われている傑作 IC です。バイポーラトランジスタ版および CMOS 版の互換品が各社から出ています。タイマーや発信機など様々な用途があります。ここでは555で無安定マルチバイブレーターを作り、サーボモーターを駆動してみます。定番のサーボモーター SG90 を動かします。555は TI の NE555P を用いました。どちらも秋月電子で購入したものです。出来上がりはこんな具合です。SG90 を動かすには 5V の電源の他に、周期 20ms 周波数 50Hz でパルス幅が 0.5ms から 2.4ms のパルスを入力します。パルス幅に応じて角度が変わります。以前このチャンネルでトランジスタ2個だけでサーボモーターを動かすという動画を投稿していますので、そちらも参考にしてください。今、右上のリンクをクリックするか、概要欄の関連動画のリンクをクリックしてください。これが、今回作成した回路です。NE555 で無安定マルチバイブレーターを作り、サーボモーターを駆動します。NE555 だけでコントロールできるので、マイコンなどは必要ありません。フリーの回路シミュレーター LT スパイス上で回路を書き、シミュレーションを行いました。LT スパイスには NE555 のモデルが初めから入っています。では、動作原理を順を追って見ていきましょう。これは Wikipedia に載っている NE555 の内部ブロック図です。図の緑の部分は抵抗分圧回路です。IC 内部で等しい3本の抵抗が分圧回路となっています。電源電圧 VCC の3分の1と3分の2の電位を作ります。これが次のコンパレーターの基準電位となります。黄色と赤はコンパレーターです。コンパレーターとは2つの入力を比較する回路です。オペアンプと同様に増幅率の大きい作動アンプでできています。二つのコンパレーターはプラスマイナスが逆に接続されていることに注意してください。青は RS フリップフロップです。ピンクは出力バッファー。水色は放電用トランジスタです。リセットは外からリセットするためのピンで、今回使わないので配固定とします。5番ピンはコントロールボルテージで通常使わず、オープンかコンデンサーをつないでおきます。2番ピンと6番ピンをつなぎ、同じ電圧を入力した時を考えます。まず、入力が3分の 1VCC より低い時。2番ピンは赤のコンパレーターのマイナス側出力と逆位相側につながっているので、出力 S はハイ。一方、6番ピンは黄色のコンパレーターのプラス側出力と同位相側につながっているので、出力 R はロー。RS フリップフロップは S がハイ、R がローとなって、3番ピンアウトはハイとなります。次に、入力が3分の 1VCC を超えると、RS フリップフロップは R はローのまま、S もローとなって、状態を保持、つまり何も変化がありません。次に、入力が3分の 2VCC を超えると、RS フリップフロップは S がロー、R がハイとなってリセットされ、3番ピンアウトはローとなります。入力が立ち下がるときも同様にして、入力が3分の 1VCC より高いうちは変化せず、アウトはローのまま。入力が3分の 1VCC より低くなると、アウトはハイに切り替わります。
なお、内部回路の信号はフル振幅ではありませんが、簡単のため、状態を廃炉で表しました。放電用トランジスタは、アウトがハイの時オフ、アウトがローの時オンとなって電流を引き込みます。以上の動作を波形で表すと、このようになります。2番ピントリガと6番ピンスレッショルドをつないで、入力波形を加えると。はじめ、V インローで、V アウトはハイ。V インが3分の 2VCC に達すると、リセットされ V アウトはローに切り替わります。立ち下がりでは、V インが3分の 1VCC までは、V アウトはローのまま。V インが3分の 1VCC 以下に下がると、セットされ V アウトはハイに切り替わります。これは、デジタル回路で言うとシュミットトリガ回路ということになります。一般に NE555 で作る無安定マルチバイブレーターはこのような回路になります。入力に枠で囲った RC 回路がついています。セットされたところから考えると、アウトがハイになると同時に放電用トランジスタはオフするので、回路図の R1、R3 を通って VCC から電流が流れ、コンデンサー C3 が充電されます。その時の波形は、右図の矢印の部分のようになります。その電位は、このような積分曲線となります。D チャージは筆算で求めることができ、0.693×C×R となります。ラガテ3分の 2VCC に到達するのでリセットされ、放電用トランジスタがオンになって回路図の矢印のように C3 の電荷は放電されます。この時アウトはローになります。その時の波形は右図の矢印の部分のようになります。これが次のセットまで続きます。その電位はこのような微分曲線となります。T ディスチャージは充電と同様に 0.693×C×R となります。さて、この回路では充電時の方が抵抗値が大きいので、出力のハイはローより長くなります。サーボモーターに必要なのはこのように狭いポジパルスです。R1 を大きく、R3 を小さくして、狭いメガパルスを作り、出力にインバータを追加して反転するという方法もありますが、NE555 だけで済ます方法があります。それがこの回路です。RC 回路に互いに逆方向のダイオードを挟み、充電放電で経路を変えて抵抗値を切り替えます。ダイオードによって充電時には、回路図の矢印の経路で電流が流れます。この時出力はハイなので、ポジパルス幅は C3×R1 たす R4 で決定されます。一方放電時には、回路図の矢印の経路で電流が流れます。この時周期の大部分であるローの期間は C3×R2 たす R3 で決定されます。ただし、図のように直列にダイオードが入り、ダイオードの短時間電圧は一定ではないので、解析的には解くのは難しくって計算では C と R の値を決められません。そこで LT スパイスでパラメーターを振って適当な値を決定しました。まず、充電時。ポジパルス幅が 0.5 ミリセックから 2.4 ミリセックとなるようボリュームを10キロオームとしました。放電時。同様にして、周期を20ミリセックに設定できるよう、半固定抵抗を100キロオームとしました。発信周期は、充電期間と放電期間の和なので、充電期間を可変にすると発信周期も動きますが、周期が20ミリセックから多少ずれても、サーボモーターは問題なく動きます。サーボモーターも含めた全体の回路はこのようになります。100キロオームの半固定抵抗で、周期を20ミリセック 50Hz に合わせておき、10キロオームのボリュームで、パルス幅を変えてやります。
サーボモーターの電源は一応回路とは別にしましたが、試してみたところ、一緒でも問題ないようでした。ブレッドボードに組みました。クリスタルイヤホンで発信音を聞きます。これが 50Hz の音に近ければ OK です。SG90 はかなり広い範囲の周波数を受け入れるようで、そのままで動きますが、USB を白をつないで、一応正確に調整します。時々波形が乱れるのは、お城側の問題です。半固定抵抗で周期 20ms 周波数 50Hz に合わせます。よく見えませんが、50Hz に合わせました。ボリュームでパルス幅を変えてみます。お城の時間軸を拡大しました。パルス幅とサーボモーターの角度が連動するのがわかります。電源共通だと多少不安定な角度があるので、別電源の時と共通電源の時を比べてみましたが、どちらもあまり変わりありませんでした。Amazon で見つけたサウンドセンサーモジュールをつけてみます。マイクで音を検知すると、に近したディジタル信号を出力します。音に反応してサーボモーターが動く回路です。ボリュームの真ん中の端子と VCC を PMOSFET でショートすることでパルス幅を変えます。PMOSFET オンで抵抗値小、オフで抵抗値大です。最小の抵抗値はボリュームで設定できます。抵抗値の最大は10キロオーム固定となります。サウンドセンサーモジュール。ボリュームの中間端子を PMOSFET につなぎます。サウンドセンサーモジュールの半固定抵抗で感度を調整します。大きなジャブはいくら引っ張ってもなかなか抜けません。ところが娘が引っ張るといとも簡単に抜けちゃったのよ。 LED がよく点滅するあたりにセットします。すごいわね。カブと鶏むね肉のカレーマヨ炒め、青々とした葉もうまく活用しましょう。カブはピーラーで皮を剥きます。剥いた皮は細く切って浅漬けなどに使ってね。静電気からモスフェットのゲートを守る。
なお、この場合は別電源にしないと動作が安定しませんでした。サウンドセンサーモジュールにノイズが入るためと思われます。念のため保護抵抗をつけました。万一レベルチェック側が壊れていても、そのせいで非測定回路を壊さないように、との意味もあります。以上、555タイマー IC でサーボモーターを動かす駆動回路を作ってみました。ご視聴ありがとうございました。動画作成の励みになりますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。